今日はパールのループについて説明したいと思います。まあ、ループっていうと C 言語とかやってると法文ですね。中の添え字の変数で指定された回数だけ回す法文と、あとパールである for each っていうものですね。 for each でそいつ配列かなんか指定するとその配列の内容をすべて舐めるという、そういうループと2種類あります。それどちらも同じような感じですね。今回ここは最初にデータとして、このデータの中に1から1000までの数字を入れます。これが準備ですね。そうするとこのデータっていう配列の中に1から1000までの数値が入ります。これを、これですね、この for文でカウンター0からこのデータの数だけ、それを1ずつ増減させながら、ここ、ダラーサム変数の中に、これプラス足し込むですね。足し込むデータの、そのカウンターの要素。それを足し込んでいく。こういう、まあ、C 言語に親しみがあれば、普通な書き方をしたものと、あとこちらですね。for each っていう、パールの命令で、それ、このデータの中の配列の要素分だけ for each が回って、それぞれこれ、ダラーバリューの中に入ります。それ中ではこのダラーバリューの内容をこれサムに、ダラーサムにプラスしていく、そういう処理です。これどちらもこの for 文の方もこの for each の方も全く処理的には全く同じです。で今回時間を稼ぐためにこのループの長さを検証するためにこれ外側に for ループがついてますけど、これで何度もこの for 文と for each 文を実行して、それで時間の差を見やすくしてます。それぞれ、これタイム関数で、この経過した時間を表示するようにしてます。それこれからこれを実行してみます。実行大体15分くらいかかりますので、まあ途中ちょっと省略します。まず for 文の方が終わって16秒ですね。16秒経過しました。次に for each の方が8秒ですね。まあ、ほぼパフォーマンス的に倍ですね。for each の方がパフォーマンスが倍出てます。それこれ理由なんですけど、これ添え字でアクセスするところ、これ自前で書くとその部分がスクリプトとして実行されます。ですのでこのデータ配列の中からこの CNT を取り出す、この処理の部分がこのスクリプトとして実行されますので遅くなります。ただこちらですと、もうこのバリューの中に、この for each でデータが入ります。それこの処理、この for each の中ですね、この部分はバイナリーで書かれてますので、このスクリプトで自前で書くより早く、このバリューの中にデータが収納されます。こちらのこの添え字を使ったアクセスより早いです。それこれで、アットサム、ダラーサムの中にこの取り出したバリューを入れます。まあ、たったこれだけで倍のパフォーマンスが出ますので、まあ、添え字をすべてのま、舐めたい。配列をすべて舐めたい場合は、for 文ではなくて for each 文を検討してみるといいと思います。まあ、こんなことでパフォーマンスアップが簡単にできますので、非常にいいと思います。あと、for each を使えば、確実に、この配列の中全部回すって目で見ただけでわかりますので、バグの防止とかドキュメントの省力化、そういうものに役立つんじゃないかと思います。まあ、いろいろこういう tips を役立せてパフォーマンスが高くて見やすい行動、それを心がけてみてください。以上で説明を終わります。